こんにちは。僕はタンクマウル、最果ての村、ヘナムの夢を叶えてあげるイルス。私は愛を分け与えるラヌスです。屏風のような山連なっているタルマ山のふもとに位置しているミファンデラは、1260年前に建てられた古いお寺であります。朝鮮時代に建てられたミファンデラ史跡碑によると、石でできた船がタルマ山のふもとの港に着いて、ミファンデラが創建されたという説話が伝えられています。ミファンデラ創建説話。時は749年、新羅キョンドク王の時期。現在のタンク、最果ての地であるシシミネの下のサジャ港の入り口の沖で漁をしていた一人の漁夫が、海の上に浮かんでいるおかしいものを発見します。あれ？なんだろう？船でもないし、岩でもないようだが。それは石でできた船でした。漁夫がその船のところに接近してみましたが、近づくたびに遠ざかっていったのです。ダルマ山で修道していた異常将はこのことを伝え聞いて、村人たち100人と共に最果ての地サジャ港に出て経験に祈りを捧げます。このように祈ると、不思議なことに海を漂っていた船が港の入り口の方に近づいてきます。和尚様、船がこっちに向かっています。うん、やっぱり。港に入ってきた船には、人の姿をした黄金像が櫓を握っていて、仏典と仏像、そして黒牛が乗せられていました。これは必死仏様の奥深い教えであるはず。船の中のものをとりあえず下ろしなさい。その夜、異常将はちょっと変わった夢を見ます。石でできた船の中にあった黄金像が夢に現れてこう言いました。私はインドの王だ。経典と仏像を牛に乗せていき、その牛が止まった場所に寺を建てると、国運と仏教が共に栄えるであろう。夢から覚めた異常将は、黄金像が教えてくれた通り、牛に経典を乗せてサジャ港を後にします。かなりの距離を歩いた牛は、ある地点に着いたら横になり、また起き上がって、もう少し歩いて行ってからは横になったまま二度と起きられなくなりました。それで牛が最初に横になった場所に寺を建てるようになりますが、そこがトンギョ寺であり、牛が死んだ場所に寺院を建てて、そこに仏教と仏像を封印しましたが、その寺が現在のミファン寺であります。牛の美しい鳴き声を比喩した美の字に、黄金像の眩しくて華麗な色である王の字をつけてミファンと名付けられたのであります。ミファン寺近くには、当時死んだ牛を埋めたとして不分堂という地名が伝わっていますし、トンギョ寺はミファン寺太殿の下の方にその跡が残っています。ミファン寺の創建説話は、韓国仏教が中国からの北方伝来だけではなく、インドからまっすぐに伝来されたという南方の伝来説を裏付けてくれるので、興味深い説話でもありますね。典型の景観と長い歴史が共に共存しているヘナムミファン寺へ、ぜひ一度寄ってみてください。それではまたね。